Was it all in my head when you said you love me? Cause no one can. 皆さんこんにちは、ゆうせいです さあ、今イランで起こっている女性の人権問題について皆さん知ってますか皆さんも知ってると思うんだけどイスラム教では女性が外でねあんまり素肌を見せるのが良くないっていうのであのヒジャブっていうまあスカーフみたいなものをね、えー、体に巻いてますよねあることをきっかけにしてねそのヒジャブをめぐってちょっと人権問題が起きてるんです後でね見ていくようにヒジャブをねちゃんとしてなかったら逮捕されたりとかむち、えー、打ちになったりとかそういうね、えー、法律を今作ろうとしていて女性たちはね むしろヒジャブをね取って抗議活動をしてたりとかっていう状況になってますそれからその抗議活動っていうのがね全世界に広がってるんですねなのでこの動画では何があったのかその背景なども含めてイランで起こっている女性の人権問題について知っていきましょうこの動画のゴールとしては英語学習という意味では英文法や 社会、時事の語彙を学んで長文読解対策をしていきましょう。また、国際教養としては、イランで起こっている人権問題について、英語でディベートできるようにしましょう。ということで、このチャンネルでは、英語×国際教養というテーマで動画を配信しています。TOFFL、AKEN、IELS、TOIC、大学入試対策はもちろん、世界のことをもっと知りたいという人は、ぜひ、チャンネル登録、それから、最新の情報を見逃さないように、ベルマークのクリックをよろしくお願いします。英語を勉強しながら、国際教養を身につけていきましょう。それでは、本題に入っていきます。 いつものように一番大きなところに本文があってその下に皆さんにねちょっと問いかけたいクエスチョンがあるときは下のクエスチョンというところに書きますでこのクエスチョンというのはそのページの中に答えが隠れているのでぜひ長文読解問題を解いているつもりで見てみてくださいそれから下に語彙や重要な情報を載せていますそれでは見ていきましょうマフサ・アミニ died in Iran police custody one year ago What's changed since then and what hasn't マフサ・アミニが イラン警察の拘束下で死亡してから1年あれから何が変わり何が変わらなかったのかはいということで、えー、衝撃的な事実から始まるんですが、まあ、イランにいたその22歳の女の子が、えー、ヒジャブのねこのスカーフの付け方をあんまりちゃんとしてなかったとでそれによって捉らえられた留置場みたいなところで捕らわれててその3日後に死亡しちゃったってことなんですねこれがまず客観的な事実です ちょっと文法的な話ですが、この本文の2行目、what's changed since then and what hasn't。ということで、この what's changed、ここ、what was changed とか is changed だと思ったこれは、現在完了形だよね。だから実は、what has changed が短縮されて、what's changed になってます。それではどんどん続きをいきましょう。Terron, on September 16th, 2022. A young woman died in the custody of Iran's morality police. Massa Amini was 22. Iranian officials said she died of a heart attack, but her family told CBS News she was fatally beaten by the police after being arrested for wearing her mandatory hijab head covering incorrectly. Tehran, 2022年 9月 was 22歳たった イラン当局は彼女は心臓発作で死亡したと発表したが彼女の家族は CBS ニュースに彼女は義務であるヒジャブの被り方が間違っていたために拘束された後警察に致命的な暴行を受けたと語ったはいここで少しねこう意見の食い違いみたいなものがあるんですね、えー、イラン当局ね政府自体は彼女は心臓発作で亡くなったんだっていうふうに言ってるんだけどアンミニの家族はいやそれはね警察に致命的にね、暴行を受けたんだっていうふうにね主張してるわけです What is the slogan of the protest? Amene's death sends shockwaves across the country, triggering an unprecedented wave of anti-government protests. The demonstrations spread quickly, largely driven by young women demanding basic rights. They made the refrain Women, Life, Freedom, echo around the world. アミニの死は国中に衝撃を与え前例のない反政府デモの波を引き起こしたデモは基本的権利を求める若い女性たちによって急速に広がった「女性・生命・自由」というリフレインを世界中に響かせたということでこのクエイシャの答えはねこの「女性・生命・自由」ということですけれどもこういったスローガンを掲げて、えー、プロテストデモンストレーションが広がったわけですね 文法的な解説としては、少しね、本文にも書き込んでありますが、分かりにくいのでね、使役動詞が使われてますよね。メイク、オー、動詞の原型ってやつね。オにほにゃららさせるってやつ。made the refrain women life freedom echo. ということで、女性生命自由というリフレインをね、エコーさせたみたいな感じですよね。響かせたということ。 There's a question on this page as What are women demanding? What do women want from the protests? Let's take a look. Women burned their hijabs in the streets despite a brutal response by Iran's security forces. The chants evolved, calling not only for women's rights, but for the country's elderly male supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, to be ousted. Despite the cruel response of the Iranian security forces, 女性昭和は発展し女性の権利だけではなくてイランの高齢の男性最高指導者アヤトラ・アリ・ハメネイを追放するように求めた、ね、ヒジャブをこう外すだけじゃなくてこう、ね、ヒジャブを燃やしたりとかそういうちょっとまあ過激なというか、ね、象徴的な方法で、えー、プロテストしてるわけですよねそれからやっぱり、ね、トップが変わらなきゃ意味ないということで指導者の、ね、追放を、ね、求めているということです weekly rallies soon popped up across the globe, with iranians and others abroad echoing the cries of the protesters in iran. it was the most serious internal challenge ever to the authority of the male muslim clerics who have ruled iran for almost five decades. 50年近くイランを支配してきた男性ムスリム聖職者の権威に対するこれまでで最も深刻な内部からの挑戦であったはい文法的には with o C she っていうのが使われてますよね文章中にも書き込んでますがこれで O を c の状態でということです今回はこの c がまが、あ、形容詞とかではなくて、えー、現在文詞が入ってる感じですですですから with iranians and others abroad echoing ということでイラン人や国外の人々 というねえー、ものをエコイングね共,共感させてとかなんか響かせてね、えー、ってことに共鳴させてみたいな感じになりますよねここでも一つ皆さんにクエスチョンです What made the protest vanish? 何かをきっかけにプロテストがね解散してしまってますもうなくなっちゃってますほとんどそれはなぜでしょうか What's it like for women in Iran now? A year after Amine's death The street protests have all but vanished in the wake of the violent crackdown. But Iran's government has appeared to grapple with the lingering effects of the uprising. Many women have continued to shun the Islamic hijab when they're out on the streets, including Miriam, 29, who works at a Tehran coffee shop. 1年後暴力的な弾圧を受けてフロテストはすっかり消えてしまった しかし、イラン政府は放棄の余韻を引きずっているようだ。テヘランのコーヒーショップで働くマリアムをはじめ、多くの女性が街頭に出るときはイスラム教のヒジャブを避け続けている。はい、ということです。えー、かなりバイオレントなね、クラックダウンっていうのはね、えー、弾圧のことです。これがイランの中で起こって、 そしてプロテストというのはもう鎮静化されたということなんですねイランの中ではだけどそれでも女性はねまだ、えー、静かな抵抗を続けてるというか、えー、ヒジャブをねつ、えー、けないということによってまあその情熱はねまだ燃え続けてるという状況ですよね。 She told CBS News she used to encounter the morality police frequently while walking her daughter to kindergarten on her way to work, and was regularly chastised for not wearing the hijab properly, but was never taken into custody. She said that may have been because she had her young daughter with her. CBS ニュースによると、彼女は以前、娘を幼稚園に送りながら通勤しているときに頻繁に道徳警察に遭遇し、hijab をきちんと着用していないことを定期的に叱られたが、身柄を拘束されたことは一度もなかったという。若い娘を連れていたからかもしれないと彼女は言った。エメネス・デスンの protest that followed gave Mary a more courage, she told CBS ニュース。She said she doesn't plan to wear the hijab anymore at all, and she knows there could be consequences. アミニの死とそれに続く抗議行動はマリアムに勇気を与えたと彼女は CBS ニュースに語った彼女はもうヒジャブをかぶるつもりは全くないしそれ相応の結果を伴うかもしれないことを知っていると言ったここでクエスチョンですはい何の話かねまだわからないかもしれないけどこの Chastity and Hijab Law っていうのを、ね、作ろうとしてるんですねまあまだローじゃなくて法案ですからビルですけど もしこれが施行されたらどんな刑罰とか、えー、罰則があるでしょうかという質問です。見ていきましょう。The Iranian government has proposed a chastity and hijab bill, believed to be the legislative effort to reinforce the mandatory dress code.The punishment for violations of the hijab rule in the bill are set to vary from fines for first time offenders to lashings and the denial of government services, and even long jail terms for repeated violators. Powerful Guardian Council. イラン政府は服装規定の義務化を強化するための立法措置とみられる純潔とヒジャブの法案を提出した。この法案ではルール違反に対する罰則は初犯者 初めてね法を犯す人に対する罰金から、えー、何度も違反するものに対する鞭打ちや行政サービスの拒否さらには長期の懲役刑まで様々だと言われている最近の情報では懲役最長10年だそうです殺人と同じくらい重いっていうふうにガーディアンとかそういう新聞は言ってますこの法案はまだ同国の強力な監督者評議会まあこれは イランにおいてね、憲法に定められた上院にあたる機能を持つ会議なんだけど、えー、それによってまだ承認されていないということです。はい、ということで、女性たちのプロテストがあって、えー、もっとね、規制を強化しようというわけです。でヒジャブを、要は、ちゃんとかぶってなかったら、ね、む打ちされたりとか、罰金とか、ね、最初だったら罰金で済むんだけど、何回もそれやってると、鞭打ちされたりとか、ね、ひどいと、最悪10年ぐらい、 ねロイヤーに入れられるとこれすごいですよね僕らからしたらねここでも一つクエスチョン What measures are security forces t a k e n to prevent demonstrations? でもねもう起こさないようにするために治安部隊はどのような方法を取っていますか Security forces have taken measures to prevent flare-ups of dissent over the weekend, marking the first year since a m i n i s death, including arresting known activists and some journalists. Charzad Hamati A female journalist with the Iranian newspaper Shargh told CBS News she believes that people will not back off after Amini's death. The movement Amini's Death sparked could, up to some extent, achieve at least one of the long-term desired requests, which was the end of the compulsory hijab, Hemati said. 反対運動の再燃をを防ぐ措置を取ったイランの新聞シャルグの女性ジャーナリストシャルザド・ヘマティはアミニの死後も人々は引き下がらないと CBS ニュースに語ったアミニの死が引き起こした運動はある程度まではもしかしたらね長らく要求していたヒジャブ着用の義務っていうのを、えー、ある程度までは終わらせる、えー、ことに寄与したかもしれないみたいなふうにね言ってます はい、ということでね、活動家とかジャーナリストをね、逮捕していくことによって、え、まあ、見せしめじゃないけどね、また運動を起こしたら逮捕するぞという強硬姿勢という感じですね。それからね、ヒジャブ賛成派の人もね、むしろ、えー、いたりするんですね。そちら見ていきます。どう考えているのか。Even some women who adhere strictly to the hijab rules and say they'll continue to do so appear to recognize a change in Iranian society and a need for some degree of free will. Fateme, a medical advisor in the capital, told CBS News there should be regulations and women are not supposed to appear naked on the streets. But I am concerned about others too. They should have right to choose, of course, with consideration for the norms, she said. Hijabの規則を厳格に守り、これからも守り続けるという女性の中にも、イラン社会の変化とある程度の自由意志の必要性を認識している人がいるようだ。 首都で医療アドバイザーを務めるファテメは CBS ニュースに対し、えー、このように言ってます。規制はあってしかるべきであり、女性は露出して外に出てはいけないことになっている。だけれども、えー、他のことについても私は考慮しています。もちろん、規範を考慮した上で彼女たちには選ぶ権利があるはずです。Despite the risks women continue taking, going out in public without their heads covered,

Nelly, now 18, had just finished high school and was looking forward to starting college that September. After Amini died, however, Nelly became very active in the street protests and in voicing dissent on social media. She told CBS News she was arrested by Iran's notorious paramilitary Basij forces and held for two weeks. Nelly declined to share details about what happened while she was in custody, but said she now battles severe depression. Her parents want her to 現在18歳のネリは高校を卒業したばかりで、昨年9月に大学に入学するのを楽しみにしていた。しかし、アミニが亡くなった後、ネリは街頭での抗議活動やソーシャルメディア上での反対意見の表明に積極的に参加するようになった。CBS ニュースによると、 彼女はイランの悪名高い準軍事組織、バシージに逮捕され、2週間拘束されたという。ネリは拘束中に何が起こったかについて詳細を話すことは避けたが、今は重度のうつ病と戦っていると語った。彼女の両親は学業を終えるために、そしてイランの状況が変わるまで、えー、オーストラリアに移住することを望んでいる。ね、17歳、18歳のまあ少女というかね、えー、女の子が2週間も 拘束されてねもう何がこの先起こるか分かんないような感じで拘束されてね、えー、もう本当にかわいそうですよねもうトラウマというかもうこ,のここで負った精神的な傷っていうのはもうなかなか言えないものがありますよねはいということで本日はイランで今起こっている女性の人権問題を学びながら英語を勉強していましたいかがでしたでしょうかちょっと一つで、ね、注意しておきたいのは、えー、全ての発端であるアミニの死についてなんだけどこれで、ね、直接的な原因はあんまりはっきり分かってないと思われてます イラン当局が、ね、出した映像では監視カメラに、ね、その逮捕されるちょっと前に、えー、アミニがね 意識を失ってこれがイラン当局に言わせればね証拠として私たちがぶったんじゃなくてね彼女はもともと持病があったんだみたいなふうにね言ってますたまたまね時期が重なっちゃったのかでもそれ自体が拘束中に暴力がなかったという証拠には全くならないですね論理的にねですから何が起こったかはよく分かってないだろうというのが現実のところだと思いますたとえねたとえ 警察がアミニを暴行したという事実がなかったとしてもその後プロテストが起こりましたでそれに対してのこのクラックダウンだったりとかこの最後のねネリの経験とかっていうのはちょっと対応としてまずいですよね国際社会からも非難を受けてます僕個人としてはあらゆるね世界にはあらゆる文化があって基本的には尊重すべきだと思うんだけどその大前提として世界中に共通する基本的な人権というか そういうのは守られないといけないんじゃないかなっていうふうに僕の中では思ってます。これ自体も、ねまあ、西洋の価値観の押し付けだっていうふうに見る見方もあるんだけど、うん、どうなんかなと思いますね。特にその現地の人たちねこの場合はイランの中にいるその女性たちが実際、えー、これも嫌だって言ってるんだから、うん、それはダメなんじゃないのっていうふうにね思いますけどね。 皆さんはどう思いますか僕は独学で習得した英語力で国際教養学部に入り英語で論文を書いてたくさん留学をして夢を叶えてきました同じような夢に向かって頑張るあなたのために高校英文法の解説や今回のような読解問題の練習を通して皆さんの英語学習をサポートしておりますので英語の勉強頑張るぞ世界のことをもっと知りたいという人はぜひ高評価とチャンネル登録それから最新の情報を見逃さないようにベルマークのクリックもよろしくお願いしますまた解説して欲ししてていいことや取り上げて欲しいトピックなどあり ましたらコメント欄で教えてください。それではまた他の動画でお会いしましょう。さようなら。